よっちゃよ、ライジョンです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、ついに、20勝チャレンジがね、昨日来たんですけども、ドンという感じで、昨日、はい、20勝できることできましたね。20勝できて、昨日生放送をね、ラットのチャンネルでやってたんですけど、すごく盛況だったみたいで、盛況だったみたいで、合ってるか、まあ合ってるな。そう、超なんかもう好評だったんですよ。そう、で、それで目標の、なんだろう、同時視聴接続みたいな目標の人数があったんですけど、その倍ぐらいにね、行ったらしくて、めちゃくちゃね、自分たちが思ってたよりも結構ね、人気だったみたいですね。すごく楽しかったですね。で、昨日、生放送で、なんだろう、やばい、鼻がむずむずしてきた。生放送で、僕はね、一番最初に、ラット KK、天狗と焼き鳥、とボックスね。で、5人で誰が一番最初に行くかみたいな感じで、僕はね、先に一番最初に行くことができたんですけどね、そのね、リプ解説もしたいと思います。で、昨日の生放送のね、切り取りをして、そのね、動画、様子もね、パーンって切り取って、ここはこうでしたよ、みたいなね、感じの動画もね、出したいかなと思ってます。ということで、行きましょう。ここはね、ヨシーさんに勝ったのが20勝ですね。20勝1敗で、負けたのがね、ゴレライトニングライドラーなんですよ、これですね。この人も、大阪クラン、同じクランですね。最後のゴレの人と。なんですけど、この人、うまいのもあって、相性がきついのもあって、そのライトニングドラゴンがちょっときついんですよね。処理するユニットがいないので、あと、インドラが働くなるってことで、ね。で、ゴレに、ライドラーね、ライドラー届かない位置に、インドラを出したんですけど、トルネで吸われて、全部リセットされて、もう死にましたね、それで。ボコボコにされましたね。ということで、そこら辺もね、解決していきたい、解説していきたいと思います。ということで、最初はね、ペッカかな。ここが20勝、19勝、18勝なんで、ラムとか、多分あとロイジャイですかね。ロイジャイにもどうやって勝つのかって、ロイジャイ結構多いんで、ロイジャイと、あとは、なんだろう、ゴレはね、言うてもまあ、勝てると思うんで、相性もね、程よくいいんだね。まあ、そこはまた、切り取りから動画を出すとして、とりあえず、めちゃくちゃ多かった、ペッカラムですね、VS ペッカラムと、あとは、どうしようかな、ロイジャイですね、ペッカラムとロイジャイの解説をしていきたいと思います。ってことで、いきましょう、よいしょ。ね、ペッカラムは、まずね、ちょっと一回止めるか。あって、僕、ペッカラムとこのデッキ、どっちでいいかすごい悩んで、ペッカラムをね、結構押してたんですけど、それでね、生放送の前に、このデッキも練習してね、このデッキも結構仕上がってたんで、いや、どっちにしようかなと思ってね、で昨日もう一つの20勝デッキって感じで動画も上げて、そっちの解説もしたと思うんですけど、結局こっちにしましたね。やっぱり多分、誰でも結構使いやすいラバクローンと、あとペッカラムがね、多分多いなって思ったんですよ。で、現に昨日やってる時に、マジでね、後半10勝以降かな、ほんと2回に1回ぐらいのペースで、ペッカラムを引いて、3連続ペッカとか引いたんですよ。そうそうそう。なんで、ペッカラム同士だと、もう引き分けになるんですよね、まず。まず、お互い同じ PS だと当たり前ですけど、引き分けになるんで、引き分けになるのめんどっちいなと思って、なんで、引き分けになりそうなんで、流行るデッキが変わるまでは、ちょっと違うデッキでいこうかなと思ったんですよね。現にあと、ラバクローンにはめちゃくちゃ強いんで、結構環境、デッキ性とか合ってたのかなと思います。ただ、ペッカラムもね、めちゃくちゃ多くて、なんだ、20勝した人をまとめる、なんだろう、サイトっていうか、なんか、Twitter で CMC ボットって検索すれば多分出るんですけど、ツイートしてる人がいるんですね。そうだけど、やっぱ圧倒的にペッカラムも結構多かったんですよね。なんで、全然いけると思うんで、今回ね、この、なかなか高回転のね、ラム神器で入賞することができたんで、次はね、ペッカラムでやろうかなと思ってます。ってことで、いきましょう。とりあえずですね、最初にカードを切っていくって感じですね。まあ、おなじみのカード切りタイムですね。うん。で、インドラを出していきって感じですね。で、インドラなんですけど、これ、延命することが本当に大事で、なんだろうな、まあ、エレキとか相手が手札に持ってる場合は、敵陣行ってもどうせエレキズシャーンされてリセットされるだけなんで、別になんですけど、そうそう、こういう時にね、はいはいはいという感じで、ラムをね、ぶち込んであげます。これでもうエレキを切った後なんで、で、絶対ここで雪玉を咲かざるを得んのですよ。なんで、雪玉をね、絶対に咲かないといけないんで、ここでね、ぶち込んであげることによって、相手はね、ここでエレキを切らせることができて、はい、カウンターできるという感じで、結構ね、
アイオレとランバーですねかな、足していく。相手がエリクサーないので把握してたんで、ここで相手ギリ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 のラムですね、パン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 という感じで、よいしょ、一発殴って OK。 でこれでこう森がちょっと進んでいき、ちょっとだけタワーを殴るって感じですね。でここでまあ1000ぐらいの、ね、アドを取って、やっぱ相手のエリクサーとか、ね、結構エレキがさっきなんでエリクサーないか分かったかっていうと、インドラエレキをしたタイミングでエレキインドラがねちょっと相手のタワーに入ってるんですよ。そうで、エレキってもちろん自分がその立場だったら4コスあるのに、ちょっとインドラタワー入れてからエレキ出そうかってならないじゃないですか。そう、インドラがタワーにダメージを入れる前にエレキを出すはずなんですよ。だからちょっとダメージがいってエレキが出てきた時とかって、そのなんだろう、エリクサーが4で出したっていうあれなんですよ、ね、なんで相手がエリクサーきついきついって言ってるんで、それでアイゴレランバーでちょっと攻めていったって感じですね。そう、まあ本当建物の位置とかエレキを出す位置とかで分かるんですけど、タイミングですね。あとは建物とかも相手がこうやってラム飛ばした時に真ん中に出せれば絶対真ん中に出すんですけど、出せなかったら今のねベビドラン位置みたいにタワーの横にドンって置くんで、あこいつエリクサーねえなってそこになるんですね。まあ、これは2体とも同時に行くんで、インドラ出してアイゴレで歩かせて処理していくっていう感じですね。でこれをちゃんとこれで縛っていって、はいという感じでランバー出していきます。でエレキはね、まあポイズン打ちはええんで、あいい入るね、いいね、はいはいはい。でこれでまあエレキが来るだろうという感じでラムですね。ここはラム、はい。でここはタルバムを転がしていき、こっちの後ろの方をね延命していくと、アイゴレを挟んであげてランバーかな、出せない、インドラですね。インドラでとりあえず全しばきですね。でこれでなかなか高回転のコンデッキ回ってるんでね、でランバーを出してあげてラムぶち込むという感じで、ここで相手がもうラム出したんでね、ペッカかエレキどっちかを出さなきゃいけないんですよ。でもラムエリクサーちょっと勝ってて、相手がラム出したってことはそのあれなんですよね、エレキが絶対に足元に来るってなったんで、まあコウモリは追加せずですね、とりあえず雪玉を使わせてからコウモリを追加っていう感じですかね。かインドラの延命に使うかの2択って感じで、これあとポイズンってば GG という感じで、まあ流していきましょう。よいしょ。でこれでまあまあまあ適当に防衛していって、適当にねこうやってぶん投げていって、まあ雪玉と取って GG という感じで、でもこれね見せたい防衛できんかったな。相手がね端前ペッカをねしてこないとね、あれなんですよ、ちょっと2倍速で違うペッカ戦、これかな、よいしょ、ちょっと違うペッカ戦流していきましょうか。ペッカが来た時の処理の方法に絶対に知らないと守れないんで、ペッカはそう、当たり前ですけど、そのペッカにインドル出してね、あれが来るんですよ。当然ペッカの後ろにエレキがついてインドルビリビリってやられて倒られちゃうんで、ここはね処理の仕方を知ることが大事ですね、本当に。よいしょ。これでペッカを引き出しましたという感じで、まずインドラを真ん中に出します。これめっちゃ大事ですね。なぜ端じゃなくて真ん中っていうと、絶対に逆サイ誘導しなきゃいけないんで、真ん中だとこの歩いてる間にもインドラがこうやってタゲを取れるんですけど、端っこだとこうやってね追っかけながらになっちゃうんで、タゲが外れてでもね火力がね全然出ないんですよ。なんでこうやってやっていけると、こうやって歩いてる間にもやって相手が呪文を裂かなきゃいけなくなるんですね。はい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 、という感じで、よいしょと。でペッカを余裕で歩かせていき、ここですね、まあ、ランバーを後ろから切って、はい、という感じでラム追加ですね。ここは、まあ、ペッカが出てきてもまた同じように処理できるんで、おいしいおいしいという感じで、これ出して逆サイ釣れないんです。これが悲しいことにね、これやばかったな本当に。よいしょっていう感じで一発入っちゃうんですね。これ釣れないとこうなっちゃうんでね、本当に一直線だとマジで守れないんですよ、ペッカを。本当にね、エリキがね止めらんないんで、ちゃんとそこ守ってあげるのが大事ですね。よいしょ、こうやって出してあげて、はい、いい防衛、よいしょ、はい、インドラという感じで、こんな感じっすね。とりあえず適当に投げてあげて、エレキをね切らせることができると逆サイね持っていけるんで、これインドラでエレキ切った後だったら、こうやって端前に出してもエレキとか雪玉が来ないんで、いけるんですよね。で、はいはい、ここでゴリ押しぶっぱタイミング切ってドーンという感じで、これ持ってってポイントですね、 GG という感じで、まあね、ポイントとしては2つですね。1つは、ペッカを逆サイに歩かせて、後ろのやつは、自分で頑張って止めるっていうのと、あとは逆サイ、例えばですけどペッカが来た時に
逆を攻めてエレキを出させる形を作れば、まあ、例えばなんですけど雪玉がない時に、ラムコウモリをする。そしたらエレキでしか止められないんですよね。ベビドラだけだと絶対にタワーに入っちゃうんで、エレキを出さざるを得ないんですよ。そうすると、逆今みたいに端前にインドラを出してアイゴレで歩かせる必要もなくなるんですよね。そうすると、まあ、またね、今みたいにカウンターで、端前ランバー、ラム、インドラってやって、全部ね、溶かしてくれるんで、インドラが。そう、エレキがいないときはね。だからカウンターも食らわないし、今みたいにラムでね、レイジラムで大ダメージを与えることができるんで、おすすめですね。ってことで、ロイジャイいきますか。ロイジャイ、ロイジャイ、ロイジャイ、よいしょ。これは違うかな？これ違うな。こっちじゃなくて、このロイジャイですね。よいしょ、ということで、いきましょう。解説ですね。とりあえずはね、まあちょっと2倍速で見ていきますか。うん。まあね、ポイントとしては、まず、エレキとかには、なるべくポイズン打ちたくないですね。うん。やっぱり、こうやって、このオーブンに打ちたいんですよ、ポイズンをね。だから、ここは、まあ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 って感じで、雪玉とかいらないんでね、じゃんじゃん、まあ今は投げてないんですけど、手札回しのために雪玉ってこの、なんだ、ロイ相手にマジで使わないんで、ぶん投げちゃっていいですね。エレキ使ったんで、コウモリ追加。そう。で、ベビドラ巻いて切ったばっかなんでね。これでコウモリがめちゃくちゃ仕事して、縦付けと、その後ろから出したタルババを処理してくれたんですよね。このコウモリが。だからカウンター食らわないんですよね。こうやってやってると。はいはい、いっぱい入るという感じで、まあ、右をね、無視した分、左の攻めの形が完成したんで、右は多少食らっちゃったんですけど、これで、まあ、アイゴレを使っていくと。で、これポイズン、オーブンクリアろうって言ってポイズン構えてるって感じですね。でこの後ろの1体に今分かったかな、その左に、まあ、1倍でいくか、なんだろう、オーブンにポイズンを打つのって完封できる方法が1つだけあって、後ろのファイスピ2体出てくるうちの後ろのファイスピにポイズン1発分だけダメージを与えると、こうやってダメージが食らわないんですよね、タワーに。でこうやって、もう1回これ出るんですけど、あ、これできなかった、できなかった、ごめんなさい、まあまあ、まあ、許してくださいってことで、本当は、ギリギリの範囲でこうやってかけると、ちゃんと完封できるんですよね、オーブンを。そうそうそう。なんで覚えておいてください。これできなかった。よくない、よくない。はい。で、ここで同時に投げていくという感じで、相手も守、怖い怖い怖いっつって。怖い怖い怖いっつってね。はいはい。防衛を見せていくと。インドラにね、もうエレキを相手は割きたいんですけど、多分、インドラにエレキを割いて、もう、するっていうね、多分頭の中でできてたと思うんですけど、ね、でこれでちゃんとコウモリ立てしてあげることによって、エレキとかメガゴはね、通らなくなるんでね、インドラに届かないでインドラが無傷で、ロイジャイをね、タワーを抑えることができます。でこれでとりあえずポイズンを打ってボンと、もうあとは削りっすね。うん。でラムを切っちゃうと、止められてワンチャンロイジャイに持ってかれちゃうんで、これね、ちゃんと抑えてあげることが大事ですね。よいしょという感じで、こういう感じでね、ユニット散りばめて、ベビララの竹は、大きいね、インドラで処理して、取ってからコウモリで後ろから殴るって感じですね。で、これ、ポイズンと雪玉で GG という感じですね。よいしょと。はい、いいですね。OK。ってことで、解説していったんですけど、これが、まあ、今一番多いかな。で、このデッキは、ラバクローン、すごい相性いいんですけど、でね、一番使われている、てか、20勝チャレンジ勝率いいデッキが、昨日の時点ですよ。昨日の時点で 80% ぐらいの、81% だっけな、確か。で、ラバクローンのババ型っすね。あるかな？ラバクローン、ちょっと待ってくださいね。ラバクローンを多分 TV に転がってると思うんで、よいしょ。ラバクローンの、これが違うんで、バルーンじゃなくて、なんだっけな、これはスケアミかな。スケアミ。で、これですかね。そう。で、一番勝率が高いのが、ただでも勝率なんで、使ってる人が少ない。例えばですけど、まあ、トロ4000ぐらいの人が100人使っていて、勝率79ってなってるのも、なるのと、6000ぐらいの人が100人使っていて、勝率 80% ってなるんだったり、4000ぐらいの人がいっぱい使って勝率高い方が価値があるんですよ、デッキに。なんで、まあ、勝率はね、2% しか変わらないんで、確か、このデッキだと、ランバー型だと勝率 79% ですね。まあ、みんなが知ってるオーソドックスな形ですね。で、こっちはランバーじゃなくて、ババ型。ババ型で、これが 81% だったんですね。まあ、ただ勝率なんで、どれだけの人が使ってるかっていうのがわからないんですけど、使用率ではなく勝率なんでね。なんで、まあ、ただ一番、昨日の時点で入賞チャレンジが勝たれてるデッキですね。まあ、本当に、なんだろうな。もう、使いやすい。
シンプルに、そうシンプルに守ってカウンターでクローンかけるだけでボッキリ折れちゃうん でペッカラムとかポイズンが多いんですけど、ラムにもね、ラムがめちゃくちゃ多くて、でもバーバリアンがラムに強いんでちゃんとメタになってるんですね。なんでポイズンがあっても先に、ベビドラクローン、ベビドララバにクローンかけてポイズン使わしてから追いたきホバコウモリとかでバチコリ持っていけるんでね、このデッキが一番強いらしいですね。でまあ、そんな感じで、なんで昨日ねすごいラバクローンが多かったんですよ。俺以外の4人がみんなラバクローン引いてたんですけど、俺だけめっちゃ相性いいのに引けなかったっていうね。そうなんでそこら辺ですね。まあまたねペッカーラムで20勝してね、そっちの解説の方もねしていければなと思ってるんでね、ぜひ見ていただければなと思います。ということで、ね、今日は20勝チャレンジの解説をしていきました。まあ、これからもねコラボとかもギャンギャン増やしていって、昨日はちょっとそのチャレンジ参加するんで1本しか動画出さなかったんですけど、今日からねまたね2本ずつちゃんと出していこうと思うんで、そちらの方も楽しみにしていてください。ということで今日の辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。